フランコ・バザリア185法、1978年、イタリア精神保健法、通称バザリア法とは、1978年5月13日に、交付された、イタリアの精神医療、福祉に関する法律である。通称名はイタリアで、精神科病院の廃絶を最初に唱えた、精神科医、フランコ・バザリアにちなむ、脱施設化に踏み出した、 世界初の精神科病院廃絶法である。後に、同年12月23日成立の833号法に条文が移された。精神科病院の新設、すでにある精神科病院への新規入院、1980年末以降の再入院を禁止し、予防、医療、福祉は原則として、地域精神保健サービス機関で行う。治療は、 患者の自由意思の下で行われる。やむを得ない場合のために、一般総合病院に15床を限度に設置するが、そのベッドも地域精神保健サービス機関の管理下に置く。緊急に介入しなければならないとき、必要な治療が拒まれたときには強制治療できる。その場合、二人の医師が個別に治療が必要という、判断、治療の場は、 地域精神保健サービス機関以外という条件を満たさなければいけない。また、市長あるいは市長の任命する保健担当庁の承諾やその市長が48時間以内に裁判所への通報することも義務付けられている。強制期間は7日間。延長の場合は再度手続きを踏む。本人や本人に近しい人は裁判所へ広告することもできる。 これにより、従来、自称互いの恐れがあり、公助良族に反する場合には、警察署長権限により強制的に、マニコミ用に収容されていた。精神病患者は、新法では、患者の危険性についての規定がなくなり、保険の行政権限を持つ市長の許可を得なければ、強制収容できなくなったために医師が、機械的に強制入院を行うことは減った。 この法律の制定により、障害者や、孤児の隔離や、犯罪者制度へ影響を与えたとの評価もある。イタリアでは1975年には、隔離型盲学校が廃止され、視覚障害者が、一般学校に通えるようになった。また2001年法改正で、孤児院等の大規模施設が閉鎖しさ藤屋や、養子制度に移行している。 犯罪者も構正させることを目的として地域ネットワークによる社会復帰モデルでサポートされている。これらは人を収容して排除することをやめたバザーリア法による影響との指摘がある。ありがとうございます。